アンギャン湖とユーホミ道アンギャンレバンはフランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。パリの北7マイルの位置にあるアンギャンレバンはアンギャン湖、カジノと共に1850年にイルド・フランスのユニークな温泉保養地としてコミューンとなった。住宅地と商業地が同時に存在するアンギャンレバンはパリ北部の郊外都市のうち特別な地位を占めている。 アンギャンは現在高度に都市化され、約30万人の都市圏となっているモンモランシダニの南の入り口に位置する。コミューン面積はわずか177ヘクタールしかなく、湖はそのうち43ヘクタールを占める。郊外住宅地が優勢で、コミューンの約49%となっている。この土地は大部分が19世紀の中産階級の所有である。 商業中心地であるジェネラル・ド・ゴール通り、鉄道駅が中心部となっており、小規模から中規模の4階、または5階建ての建物が並ぶ。19世紀終わりから20世紀にかけて、アンギャンの土地は発展した。1850年のコミューン誕生以来の商業、住宅地が残っている。アンギャンには、工業地区や大規模集合住宅がない。 1780年代のカッシーニ地図。アンギャン湖が描かれ、右上のモンモランシーの町はと書かれている、アンギャンレバンは、ベルギーの自治体アンギャンにちなんでいる。アンギャンとはエド、または、OED と、野営地か牧草地を意味する、インガンが組み合わされた名称である。これらの言葉が合体してイッディングヘン、または、イッディングヘムが生まれ、 初めて文書に記されたのは11世紀であった。1092年にアディン・議員ン、1147年にアングアン、1227年にアン・ギアン、そして1264年に初めてアンガンとなった。中世のアンギアンはブリュッセル近郊にあるエノークの小さな領地であった。サンポルハクの女子相続人。 マリード・リュクサンブールが1526年にバンドーム博フランソワと再婚した際、持参金としてアンギャンはバンドーム博家にもたらされた。二人の孫であるコンデコー、ルイ一世は1566年に初めてアンギャン、コートされた。しかしこの称号は継承されず、ルイ一世の1569年の死と共に断絶した。1689年、コンデクゲは、 断罪された、モンモランシー公の称号及び領地を、アンギャン公の名で、ルイ14世より獲得した。実際は、最後のモンモランシー公を、アンリ2世が1632年に軽視した後、彼の姉シャルロットが継承しており、モンモランシーの名を、アンギャンに置き換えたものである。正式に、コミューンの名は、モンモランシー、谷そして湖は、アンギャンの名で呼ばれるようになった。 元来の名であるモンモラニシーの名は保存され続けたが、湖の名はこれ以降、アンギャンとなった。1779年に書かれた、硫酸塩の水源図18世紀まで、池は岸辺の湿地帯と共にマントメレンシー、またはサングラティアン湖と呼ばれていた。そしてここには、人は定住していなかった。十七世紀以降、池の排水溝に、風車があっただけで、 いくつかあった人家もオルメッソン城に依存していた。四水路のダムとなっている堤防はアクロに沿って伸びていた。この道は中世以来の町であるアルジャンというとモンモランシーをつないでおり、池への道と呼ばれていた。池は、新地と、現在は消滅してしまった古池が反対にあり、これらは、沼地層と、 不確かだが北岸に広がる、およそ50ヘクタールの底が浅い部分からなっていた。そして、岸は、足で覆われていた。池は、広大なモンモランシー谷の中ほどの消火栓が、流れ込み、その斜面は、セーヌ川へ向かっていた。水面の流れは、硫酸塩に満たされた、周辺の丘を構成する、石灰岩と石膏の堆積層を通った、地下水として流れ込んでいた。 この一帯は長い間モンモランシー家のもので、彼らは、サンドニ修道院と数多くの対立を繰り返してきた。モンモランシー家と修道院の領地は、河原上に重なり合っていたためである。モンモランシー家の領土は、1632年に、王への反逆罪で、リシュリュー数奇教によって、モンモランシー公、ン里二世が処刑されたことで暗章に乗り上げた。 1766年、モンモランシーのオラトリオ開始で科学に夢中だった、ルイコットは散歩の途中で悪臭を放つ流れを発見した。これは実際は、異様で、近くの池の四水色から漏れ出ていたのである。コットは、様々な科学実験を行い、多様な金属元素の一部が沈殿しており、何羽ものカモが汚染されることなく水中で生息していることを発見した。 これは、アカデミーでシアンスへ、報告書を提出する基礎となった。水中における用の性質は、アカデミーの科学者、ピエール・マケールによって立証された。1766年、コンデコー、ルイ6世は、ルイ・ギオーム・ル・ベイアールに、パッシーの水開発を許可した。ル・ベイアールは、後にパッシーの初代市長となっている。 彼は4年間硫酸塩の水源を開発したが、彼は水源の開発に不可欠な厚生当局からの許可を得ていなかった。硫酸塩の開発委託が下り、この後60年間、水流開発の対策を必要とする要請の継続、そして1772年に建設された水源の貯水池とその美観を維持することと、 コンデコに40フランの賃料を支払う義務を負った。1781年、ル・ベイアールは新たな基礎を作った。同じ年、馬車を持たない人々のため新車が1時間30ソルで提供された。モンモランシー・谷中を走るこの馬車は12ソルであった。この事業が水源会社の利益を増やすのに貢献した。 1787年5月24日付のるジュルナルドパリガミはコンデコーの秘書がアンギャンの水の効能によっていかに10年間苛まれてきた病を癒したかを記事にした。記事によって温泉へやってくる客が増加した。当時アンギャン集落は製粉所の周りに小屋がわずかにあるだけであった。二つの小屋に最初の当時客用に粗末な風呂桶が置かれた。 1800年、銀行家、バンジャマン・ドレッセールの姉であるマダム・ゴーティエは、アンギャンの温泉を手に入れ、フランス第一帝政後半に、最初の温泉を作った。1821年、パリの病院長、ジャンバティスト・ペリゴは、アンギャン湖のほとりにやってきた。彼は、パリでの職を辞し、まだ誕生して間もない温泉に、自らの人生と資金をかけたのだった。 1823年、主治医、アントアーヌ・ポルタルの助言に従い、ルイ18世は、アンギャンから汲んだ水で、太ももの海洋を直した。温泉の町は突如として、流行の場所となった。アンギャンへの全パリ住民の聖望は、当時客となって流れ込み、町は、この頃再改造された。オテルデカトル・パビオン、1825年頃、 アンギャンレバン最初の建物は1822年に現れた。最初の大建築はホテルカトルパビオンでリュセ伯爵が湖とその周辺の土地での権利を購入した。ブルボン家の王政復古期、裕福なパリ市民の保養地としてアンギャンの集落とアンギャン湖は徐々に発展していった。かつて湿地で占められた岸辺は整備され始めた。 1927年に初めてアンギャンレバンを訪れたデュマペールはわずか数十年で発展したこの土地について自らの回雇録に記している。しかしながら行政上の課題はこの地方での大きく長期化し白熱化した議論の対象だった。事実、損落は財政上限界がありその管理を引き受ける能力のない4つの農村自治体の中にあった。 道路は舗装されておらず、教会も学校もなかった。1820年代から、王国政府は、新しいコミューン創設を試みたが、四つの自治体の、主張と自治体住民の敵意の餌食となって、計画は一時中断した。時が流れ集落の発展が続くと、この種類の居酒屋だけが増加した。特に、1846年7月に、鉄道駅ができて、 パリから約30分で来られるようになると、以前より多くの観光客がより快適でない保養地へアクセスできるようになったのである。当時の王国政府は新コミューン創設を命じた。それは1848年の2月革命のわずかに、後で第二共和制発足より前であった。コミューンは公式には1850年8月7日の法令で誕生した。 新しく誕生したアンギャン・レバンは、周辺のコミューンに属する土地を再編していた。ソスモン・モランシーから62.4ヘクタール、ドゥイユから27.6ヘクタール、エピネーイコール・シュルセーヌから15.2ヘクタール、サングラティアン37.8ヘクタールである。モルビアン県のコミューン、エテルも同じ日の法令で誕生した。378人の定住人口を持つ。 最初の自治体選挙は、1850年12月29日に行われた。最初の自治体議会の定員は10人、平均年齢は43歳だった。アンギャン古城を飛ぶ飛行機、1912年1914年から1915年にかけ、火事の前のバラ庭園火事のダンギャンの、ポスターフランス第二帝政時代のアンギャンレバンは、 大半が小半で行われる豪奢なパーティーで有名だった。毎週日曜日にはスパの庭園で音楽会や舞踏会が毎週水曜日は夜の舞踏会が催されていた。パリのブルジョワ階級はアンギャンレバンの環境に引きつけられ当時鉄道を使えば駅へアクセスが容易だったことから主として湖のほとりに素晴らしい邸宅を建てた。政治家、企業家、 芸術家が季節ごとにアンギャンの住人となった。ナポレオン三世の十枚マティルド・ミコが隣のサンドナに今日構えた時、まだアンギャンのスパの熱狂は続いていた。1864年1月20日の法令でアンギャンはオルメッソン集落の41ヘクタールの土地を獲得した。この拡張が現在のところ最後となっている。 1865年7月18日の法令で、アンギャン湖の水は、公共のものであると認識された。不屈戦争では、一帯は、プロイセン軍支配下に入った。1875年、フィガロガミ創業者権オーナーのイポリート・ド・ビルムスさんが、町の水会社の株主となり、1877年に、公正に賭博上の権力者の地位に上り詰めた。 しかし小さな馬が小さな賭けで受け入れられたに過ぎなかった。競馬場は1879年6月に始められた。1891年には冬の劇場が建設され、観光シーズンは1年中に延長された。1886年当時、アンギャンの五栄川のぶどう畑で255ヘクトリットルのワインが作られていた。1901年、 大型船舶の形をした新しいカジノが完成した。1907年の法令で、当局は、スパやリゾート内、さらに広い、新しい、現在もまだ目にできる建物での賭博を認めた。これがアンギャン初のカジノとなった。当時、カジノは客に帰りのパリまでの一等車両乗車券を提供していた。この訪問で彼らの顧客たちは破産しただろう。 1904年7月、長さ263メートルに及ぶ金属製ガードレールが崩壊の危機に瀕していた湖前の木製の門と取り替えられた。1911年、この障壁は一転して現在の9メートル幅の湖の上に張り出した連鉄製手すりを備えた遊歩道に変えられた。アンギャンレ・バンの成功はこのような名声と 経済的影響から利益を得たいという他のコミューンの願望の原点となった。かくして、1878年から、パリ東部のリブリーガルは、現在のセビニエコの水源を開発して、アンギャンと競い合うようになった。当時のリブリー市長は、セビニエレイコールゾと名付けた、温泉保養地を建設したが、望んだほどの成功は得られなかった。1912年、 リブリーガル議会は、公選保養地としての自治体の認知を求めた。しかし1912年11月、国立薬学アカデミーと厚生省はこれを拒否し、申し出は、国務院にも政府にも知りけられた。1912年、新たな技術が、町の催しの新たな道を見つけた。映画上映が運営され、ラ・ビル・ダンギャンと書かれた風船が挙げられた。 湖では多くの祝祭やコンクールが設定された。ボートのレガッタや花のコンクールが定期的に開かれた。不運なことに1914年の第一次世界大戦勃発がベルエポック時代を突然終わらせた。カジノは閉鎖され、コミューンの庁舎は軍事病院となった。唯一毎週日曜日にキオスクでのコンサート演奏が許され、 その他の行事はすべて禁止された。北部鉄道によるアンギャンレバンのポスター大戦後、催しはゆっくりと再開されたが、時は困難な時代だった。1920年の財政法では、パリから半径 100km 以内での賭博を禁止した。これがコミューンの財源を大幅に減らした。アンギャン市長パトノワルデトワイエが数えきれないほど奔走し、 1931年にその結果が出た。当時の内務大臣、ピエール・ラバルが条件付けで市当局に賭博再開を許可したのである。再開された催しは幸運にも1939年まで続いた。1935年、ルブラン大統領が新しいスパの落成式に出席した。戦艦期は人口が県庁に増加し続けた時代だった。 一方で用地の不足のために産業活動は下火なままだった。唯一生き残った産業は1974年の SA ベネディクティーヌによる買収でフェカンに移されるまでコミューン内にあったガルニエ上流所であった。観光事務所は1925年6月に設置された。1927年初の屋内市場が落成した。同年 境界が増加した人口に合わせるには、手狭となった。1930年代初め、アンギャン・レバン駅は、年間約3万人の乗客が乗降するようになり、フランス北部鉄道会社内の駅では、パリ・北駅、リール・フランドル駅に次いで、第3位となった。1939年9月2日に、第二次世界大戦が勃発すると、カジノは再び閉鎖された。 1940年6月にフランスを占領したドイツ軍は占領時代に強烈な存在感を示した。ジェネラルとゴール通り1946年にカジノが再開されたが温泉シーズンには決められなかった。4月1日と12月31日にだけ卓上の賭博としてバカラとどんな人も賭博の親となることが許された。 1949年、かつてのホテルドバンは、現在のグランホテルドバンに場所を譲った。客室が60ある。このホテルは4つ星とされ、俳優ピエール・フルネ、俳優イボンヌ・プランタンといった、当時のセレブレティをもてなした。1955年夏にはユトリロが滞在した。かつてのビルムさんの資産であったルクルサールは長く、 放置されてきたが1953年に取り壊された。そしてサンテュール大通りは幹線道路であるコット大通りに合わせられバラ園まで延長された。街は次第に小読み通り行われる催しが生き返り始めた。しかし戦後は習慣の変化が起きていた。鉄道の工場と自家用車の一般化で海水浴場へアクセスが容易になったのである。 1954年、初めて投票権がアンギャンソアシー競馬場に投入された。催しも進化した。カジノでの演芸工業、会議、国際的に著名なチェス大会、さらに最近は、ノエルのマルシェ、夏らしい、ウェイクボードの大会が、かつてのアンギャンの栄光を取り戻そうとしている。 1964年、アンギャンレバンは新設された、おごうりの郡庁所在地となった。1960年代、自動車の発達が、町中心部の、特に幅の狭い通りで渋滞を引き起こすようになった。駐車場用地と、地下駐車場の増加、そして新たな交通計画はこの現象を、押しとどめるのに十分ではなかった。ジャン・モラッキーに率いる、コミュ当局は、 住宅地の性質を害することなく、スパの街として、ショッピング、余暇の役割を発展させ、現代生活の必要条件に適応させるという、抱負を持つ都市計画を採用した。その反面、これは、コミューンの思い上がりとも見られた。老朽化した住宅、1914年以前に作られた公園が、全体の半数を占め、建設用地が不足し、 交通や駐車場の問題、施設の不足という問題が山積していた。1989年以降、フィリップ・シュール式の下でコミューンはいくつかの事業に着手した。マルビル通りを拡張し中心部の重要な交通の待機地点を緩和し、それと並行してコミューンの2本のショッピング街の大通りの歩道を拡張し車道を狭めた。その間にバラ園には、 地下駐車場が再設計された。湖から見たカジノのテラス現在のアンギャンレバンのカジノはパリに近いカジノのうち唯一距離が 100km 未満である。また、カジノ収入でもフランス国内1位である。アンギャンレバンの歴史は周辺コミューンの地名や中心部の位置がローマ時代まで遡れるの比較するとむしろ浅い。今日、カジノ 温泉施設、アンギャン湖、アンギャンソワシー競馬場は、コミューン経済や、市民の生活において、非常に重要である。2003年10月2日から、コミューン当局は、都市警官及び建築物保存区域を作る手続きを、始めた。2007年10月9日より自治体法令が、施行され、19世紀に建てられた。 素晴らしい建築物の豊富にある地区を保護するズパワップ、区域が広がった。カジノや2005年の公立劇場の刷新、2006年10月の新しいスパのグレードアップは、コミューンの観光や、経済の潜在性を売り込むことになり、住宅地としてのアンギャンレバンの土地価格は、バルドワーズ県内のコミューンで最も高い。ありがとうございます。